皆さんこんにちは。全力パチバカタイムズのお時間です。この番組ではパチンコパチスロ業界で起きた1週間のニュースを幅広くお伝えしていきます。まずは今週のトップニュースです。メゴ姫フィーバー、稼働停止する店舗も。3月2日に導入が開始されたパチスロいろはにメゴ姫ですが、想定外の甘さに稼働を停止するホール、ゴスローに島流しするホールなどが相次いでいます。これは一体どういうことなんでしょう。メゴ姫は目押しができないプレイヤーでも勝ちやすい、いわゆる甘い大ニャンだけど、想定外に出て焦ったホールは稼働を止めてるって話だニャン。これにはプレイヤーサイドから、本当逆に有利な台はさっさと稼働停止するんだな、事前事業ではないとはいえ気分悪いぜといった声も上がっていますね。そうだニャ、使う気ないならニャンで導入したんだって話だニャン。泣き合わせで買うのは仕方ないにしても、甘いの分かってて即封印はちょっと理解できないニャン。なるほど。また他にもプレイヤーのベガ立ちも話題になっていますね。みんな勝ちたいのは一緒だからニャ。やだ、あまりにマナーが悪い人はホールができんにするなりすればいいだけの話ニャン。ホールには気持ちよく遊べる環境整備をお願いしたいところですね。続きまして、ホール環境に関するニュースです。ツイッター上で、打ち子引き子対策議論が活発化。パチンコホールのコンサルタントとして著名な奈良橋や山本氏がツイッター上で打ち子引き子対策を募集。議論が行われました。ここではその中の一例をご紹介いたします。それでは次のニュースです。某大手チェーンが計画倒産を準備中。これは一体何なんですか。とある業界人筋からの情報だにゃん。業界人はもちろんほとんどのプレイヤーが名前を知っているであろう全国大手に計画倒産の噂が流れているにゃん。その情報に信憑性はあるのですか。わからないにゃん。一つだけ確かなのはマジの業界人から聞いた話で、そんな噂が出回っているってことだけにゃん。よくわかりませんね。広告規制やっぱり破られる。新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、さまざまな業界で活動自粛が相次ぐ中、パチンコ業界でも新台入れ替えの告知を含め、集客につながるあらゆる告知を自粛するよう、3月1日にパチンコ広告協議会より要請がありました。これを受けて楽園、ダイナムなどのホール法人が広告自粛を発表する中、一部のホール法人、広告媒体などで通達を守らない動きが見られます。業界が一枚岩になれないのはいつものことだけど、パチ屋も広告屋も民間企業だから強制するのは難しい話だにゃん。でも何かあったらまた業界のイメージが悪くなるし、結果的にプレイヤーも片身の狭い思いをするってことを忘れんでほしいにゃん。東日本大震災の時と同じ過ちは繰り返さないでほしいところですね。続いてはこちらの話題です。ポップコーンパチンコになる。これはポップコーンですね。ポップコーンだにゃん。導入は5月24日の予定ですだったのですが、新型コロナの影響で部材調達が困難とのことで延期が発表されたにゃん。福島県で闇スロ屋が摘発。3月7日の午前1時ごろ、福島県郡山市で無許可のパチスロ店を経営し、客に賭博をさせた容疑で経営者の48歳男性が逮捕されました。また客として賭博を行っていた容疑で33歳の男性2人も現行犯逮捕されています。闇スロは経営者はもちろんお客も逮捕されちゃうにゃん。興味本位で取り返しのつかないことにならないよう絶対言っちゃダメだからにゃん。レチャウの葉月さん、サインを転売される関西を中心に活動しているレチャウの葉月さんが3月8日に来店したホールで書いたサインが転売され、悲しみに暮れるという出来事がありました。マスクやトイレットペーパーなどの転売が社会問題となっていますが、どう思われますか。そんなことより葉月ちゃん、僕と結婚してほしいんだにゃん。黙れ。来週の新題はご覧の通りです。
それではまた来週、全力パチバカタイムズでお会いしましょう。